ごご覧いいただきありがとうございます現地10月7日に行われたナショナルリーグディビジョンシリーズ第1戦西地区チャンピオンロサンゼルスドジャースが16ゲーム差の同地区2位ワイルドカードシリーズでミルウォーキーブルワーズを下したアリゾナダイヤモンドバックスをホームに迎えましたドジャースの先発はベテラン35歳のクレイトン・カーショーですがそのカーショーに初回ダイヤモンドバックス打線が襲いかかります先頭のケテル・マルテセンターへこの打球をジェームズ・アウトマンがこぼします ただ、記録はヒット。マルテはセカンドへ。ノーアウト、ランナー二塁。続く、ナショナルリーグ、ルーキー・オブ・ザ・イヤー候補、ットコービン・キャロルはセンター前へ。ダイヤモンドバックスが4球で1点を先制すると、トレードデッドラインでメッツから加入したトミー・ファムはレフトへ。これで3連打。クリスチャン・ウォーカーも続きます。レフトオーバーで4連打。キャロルが帰って、2対0。いまだノーアウト。ランナー二塁三塁。そして、5番、ガブリエル・モレノ。 レフトへ、スリーラン、ホームラン。ダイヤモンドバックス、5連打で5対0。続くルルデス・グリエルジュニアはショートゴロ。カーショー、ようやくワンアウトを取りますが、アレク・トーマスを歩かせると、8番、この日が38歳の誕生日、エヴァン・ロンゴリアには左中間へ運ばれます。トーマス、帰って6対0。ここでデイブ・ロバーツ監督が出ます。カーショー、まさかの3分の1回、35球、被安打6、ファーボール1つ。 6失点で降板その後2回にも3点を挙げたダイヤモンドバックスは大量援護をもらった先発のメリル・ケリーが6回3分の1を無失点の後藤7回8回にも1点ずつを挙げたダイヤモンドバックスドジャースも8回裏に2点を返しましたが結局11対2ダイヤモンドバックスが敵地ロサンゼルスで第一戦を制しました試合後のクレイトン・カーショーです just feel like you let everybody down, you know, guys, whole organization that uh look to you to, you know, pitch well in game one and um, yeah, it's just it's just embarrassing really. So I, I just feel like I let everybody down and um it's a tough way to start the postseason. You know, obviously we still have a chance at this thing but um that was yeah that wasn't the way it was gonna should have started for me. No, I feel fine. Yeah, I feel fine. Do you still feel like you can come back and start game four? That's what Dave said. The plan still is. Yeah, I'll be ready. Yeah, I'll be ready. Yeah, I feel fine. Yeah, I feel fine. I just yeah didn't make didn't make enough good pitches obviously tonight. So there's nothing health related here. Just bad pitching. 6 points. ショッキングな内容でしたが、ワンアウトを取るまでに5本のヒットを許し、5失点を喫したのは、リリーフ投手も含めて、ポストシーズン史上初の記録。これでカーショーは、ポストシーズン39試合に登板。194.1イニングスを投げて、防御率4.49。13勝12敗。キャリア17年。レギュラーシーズンでは、2700イニングス以上を投げ、3000奪三振にも迫る中、通算防御率2.48。210勝。 サイ・ヤング賞3度受賞1回目の投票での殿堂入りが確実視されるその偉大なキャリアゆえにポストシーズンで数字が落ちることが一際目立ってしまうという面もある箇所。ちなみに過去ポストシーズンでの最多失点は2014年のディビジョンシリーズ第1戦6回3分の2での8失点前年2013年のリーグチャンピオンシップでは4回で7失点していますそして 今回のダイヤモンドバックス戦までの最短での降板は2018年のリーグチャンピオンシップシリーズ3失点でしたが3回での降板でしたなお今回試合後のインタビューで故障、怪我などはない体の状態は問題ないとしていたカーショーですが今シーズンは左肩の故障炎症に悩まされ7月4日に故障者リスト入り復帰後はファストボールのスピードの低下が見られましたがそこはカーショー 登板間隔を通常より空けながら、レギュラーシーズン最後の2ヶ月、8月9月で8試合に登板。その8試合を防御率2.23でまとめます。結局、シーズン通算では24試合、131.2イニングス、137奪三振、4失点以上した試合はなく、防御率2.46、ウィップ1.06、13勝5敗としていました。ウォーカー・ビューラーを書いた2023年シーズンのドジャースのローテーションにおいて、ダスティン・メイが5月に故障で離脱。 パフォーマンスの振るわなかったノア・シンダガードは8月にトレードで放出。トニー・ゴンソリンも8月に故障で離脱。フリオ・ウリアスは9月にドメスティック・バイオレンスで逮捕され、以降謹慎中。そんな状況の中で、まさにラストマン・スタンディング。左肩の違和感、痛みに悩まされながらも投げ続けた、チームを支えてきた35歳のベテラン、クレイトン・カショディビジョンシリーズ第4戦での登板機会を得て、リベンジを果たすことができるでしょうか ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぱん。パン